どうも、ダークセイバーです。今回はみんなが美しいと感じた漫画やアニメの死亡シーン教えてに対するネットの反応集を紹介します。それでは、どうぞ。サムネは虫奉行の小川俊菊死亡シーン。久しぶりに同じファンに出会えて嬉しいぜ。それはそうと俺はトライガンのウルフウッド。内臓がなくなるまで頑張っちまってよ。長生きして欲しかったし、弟分と世界を旅して回って欲しかったわ。今までありがとうな。魔人ベジータの最後、悪人になりきれなかったんやなって。ここは芸術的なシーンだった。エヴァ2号機。シーンは無謀すぎて最悪だけど、力尽きる瞬間に絵画のような美しさを感じる。この後バラバラにされても、アスカを守るための最後の余力を残していたという考察もあるそうで。リアタイ当時は体調崩すくらいやんだけど今はお疲れ様おやすみなさいの気持ちの方が大きい。己の愛に準じた偉大な男。あなたの完璧はいつだった？このあたり全部美しい死亡ラッシュで困る。機動戦士ガンダム水星の魔女20話より。オチは読めてたけど想像以上に美しく描写されたせいで印象に焼き付いてしまった。進撃の巨人のジーク。反出生主義の男が、また生まれてもいいかもしれないと最後に思えた。きっと、何か、に慣れた人形。この状態からただ溶けていったんじゃなくて片腕で井戸の壁を叩き壊したんだからすごいわ。このシーンだな。この後の見開きが特に美しい。その前の宮沢賢治の英傑の朝と合わせていい。なんか、もう少し話したかったなって。これ、進撃のサムエル&ダズ。なんでだよ。今からアニメが楽しみなんだ。小説版だけど綱谷浩時なだ。彼は最後に何を言いたかったんだろうか。進撃の巨人、コルト。巨人になってしまう弟を最後まで安心させてあげようとそばに居続けた結果退場するのがなんとも。予測のしようがない結果論だけれど全力で離れていれば助かったというのがなおさらね。もちろん読者じゃないとそんなことわからないが。トガちゃん。久しぶりに漫画で泣いた。普段漫画で泣いたりしない自分でも目頭が熱くなった名シーンだよ。賛否あるキャラだしアニマンだと否定よりの意見が多いけどだからこそ感動したし救われたんだよね。ヒロアカはこのシーンに限らず表現力や演出力がすごい作品だから興味を持ったならぜひ読んでみてほしい。ヒロアカで敵側の女の子が大好きなヒロインの子を助けて死ぬシーンです。生まれ持って最古というか快楽殺人というか実際アレな子なので苦手な人も多いとは思うけどこの子の最後はどのコマも美しい。自分のために好きな人から血を奪うという考えしかなかったのが最後に好きな人のために血を与えることが自分にできたと気づくんだ。当たり前だけどまだ新鮮に悲しいよ今日も泣いたわ。でも兄としての生き様とお互いに感謝を伝え合うお別れが美しいんだよね。早くアニメで見たいですよサイコマン、シルバーマン。牛尾と虎の強羅かな。屍の山の上でこれまでの戦いを振り返りながら満足げに行く。戦闘強キャラの理想的最後だと思った。最後の自分像と同じようにボロボロになりながら矢子へ残していった X が本当に好きでな。同時に笹塚さんの最後でもあり、ちゃんとお別れすることができなかった矢子への慰めでもあり、藤田和弘は死に様書かせたら天下一品すぎて困る。美しいな、アンデラのジーナ。今まで死なないでほしいアニメキャラはたくさんいたけどここまでインパクトあって最高に押せるキャラでそれが長寿版で退場したのはほんと辛かった。無言の男の死。ゴーザウラーのエンジン王、私を許してくれますか？からの迎えるように崩れ落ちるギルターボの手。アニメで初めて泣いたのこれだと思う。当時小6だから同い年の主人公たちと同じようにラスボス許せねえになった。本来の人格がさよならして戦うために生み出された後付け人格の方が残されちゃうの美しい。間違いなく作中で一番筆乗ってた。死亡というか成仏だがあまりにも美しい。こういう姿もまた一周回って美しいと思うの。そのシーンも好きだけど最初の死亡シーンも好き。今まで堅くなだったラスボスが主人公の頑張りを見て感動し考えを改める、という要素自体は王道だけど、考えだけ変わって性格の本質は全く変わってないから結局ずれてるまま。ってのが独特で面白いんだよね。バイオハザード RE4 のルイスの最後。どう思う？アミーゴ。人は変われるよな？立派だったよ。ドンキホーテ、金カムのこの人かな。鋼の錬金術師のばっかに値。画像右書いた原作者、なんだかかんだ読者はヒーローには悲しんでほしくないだろう仕事だから死亡パターンも書くけどどうせジェイソン生存の方が票集まるだろう。からのこれ、二代目ロビンがジョーカーに殺されるかどうか読者向けに電話投票があった。ジャスティスバスター版も美しい。赤目がキルのチェルシー。
死に際の内容が美しいとかそういう話ではないんだけど、初見時美しい。ってなった。スプリガン、のボーブランシェ。先民思想のネタキャラに泣かされるとは思わなかった。こいつまさか死ぬとは思わなかった。才の地に生き陸長が元の射程区長に戻るの最高に小物で好き。モンスター、のグリマーさん。浦沢作品の人の最後は本当に好きなシーンが多い。ワールドエンブリオの唐沢史郎。間違いなく悪役で、主人公の失敗した姿なんだけど。何かに縛られて遠くを見つめて諦めたように話す君じゃなく、自分の意思で前を向いて話す君が僕は見たかったんだよ。と最愛の人の生まれ変わりを送り出すのがいろんな愛が詰まってて、この作品の死亡キャラで一番好き。死んでも有言実行した男。いかにも洋画って感じのラストシーンで好きなんだよね。そんなの勝手すぎるよと思ったと同時にこれで良かったのかもとも思ってしまった。亡くなった後も含めてチェンソーマンは姫の先輩が一番好き。とんでもなくしぶとい強敵だったけど、儚くて悲しい最後だった。キングブラッドレイ大総統、用意されたレールの上の人生だったがお前たち人間のおかげでまあ最後の方は多少やりごたえのあるいい人生であったよ。最後の倒れてからのやりとりがいいんだよな。小国のアルタイルのココシカさん。心情的に対象のピノーとは相入れないけど仕事はお互いしっかりするプロフェッショナルだったし、内心侵略路線に反対で内政充実したかったピノーの考えも否定せずにこの敗戦が契機になるかもしれないと今際にも考える公平さが魅力だった。お先。空と海の青は大気と水のスペクトルが生んだ自然現象かもしれない。けどそんなものにも人は心を震わせ、生命をかけることもできる。しっかり死を怖がっていてアームズを移植した子たちに生きろなんて到底言えないと罪の意識に苛まれている。キースブルーが特攻する理由がこういう人間参加で笑ってゆくのがいい。そして全く心を動かされないホワイトがどうしようもねえやつだ。火の鳥未来編、のロック。サングラスから落ちる涙が悲しすぎる。ライトノベルからだけど魔法少女育成計画リスタートのペチカのこの文が好きすぎる。シリーズ屈指の満足し枠だから最後の視点もどこか綺麗。痛み、熱、寒さ、苦しさ、恐怖、様々なネガティブなものとともに真っ暗闇の中に落ちていく。ただ一つだけ綺麗に光るものがあった。ペチカはようやく自分から動くことができた。大切な友達を守ることができた。その結果に満足し、ペチカは静かに目を閉じた。綺麗だわ、空。ブラックラグーン、アニメだと色ついて余計綺麗だわ。この後、どうしてって何か言いかけてたのも味わい深い。複製品だけど、生き様は本物だった。薪みたいな女は背中刺されて丸ねばいい？スクナの器を殺す。伏黒めぐみを殺す。スクナの器の兄にボコられ、伏黒殺すどころか会うことすらできず、見下して虐げてた薪に負けて全員家壊滅。女に背中刺されて丸ぬ。ある意味美しい。ラドン。近年ゴマスリクソバードとか呼ばれてるの普通に悲しい。まああっちはロダンだけども、アニメでもラノベでもめちゃくちゃ泣いた。世界一幸せな女の子。これの詳細教えてほしい。週末何してますか？忙しいですか？救ってもらっていいですか？ノクトリノタセニオリス。プループ、のノース2号。原作で結末知ってたのに感情ぐちゃぐちゃにされた。ここほんといいよね。ノース2号ってゲジ人たち他のロボットとの絡みがないから以降のストーリーではほとんど言及されないんだけど。だからこそこの話だけ短くまとまっていて読んでてすごい印象に残る。逃げ若の召喚殿。罪を認め、武士としての死に際に満足しつつ、ああ、死にたくない、のシーン。召喚殿はいいキャラだったな。武士としても族としても真面目すぎたって評価がすごくしっくりくる。妊婦の母に完璧を見出していた家長。死亡した時血だまりが妊婦の腹みたいになってて綺麗だなと思った。エンビーの死に際、人間に嫉妬してるんだ。程度に言われてそれまでの言動が最後に自分へ全部返ってくるところ。クレイもあの北の覚醒者トップ2人はどっちもいい死亡シーンだったな。守りたかったものを何一つ守れず、無駄に罪を重ねただけの呪われた人生だったけど、どこか救われた最後だった。さすがは俺の一番の親友だね赤座殿。宝石の国は厳密には死亡してないけどそりゃ宝石が砕けてるんだから綺麗だよなと。アニメも美しかった。母さんにすまねえって言っといてくれ。最後に一花咲かせたネテロ会長。最後の最後に自分の大切な妹もふるさとも王女も仮面もなんとかしてくれると信頼して全てを親友に託していく様に惚れたんだ。
憎み続けていた相手を認めて死亡ってのは名シーンになりがちだけど、内海賢二さんによる。なんだよこの結果？いや負けても仕方ないな。それでは死ぬとしようかって感情の凄まじい方向転換をシームレスに演じているのが自然すぎてすごい。尾形の最後は衝撃的だったし色々考えさせられたな。家族の死に方全部もリセット好き。ゴールデンカムイなら土方さんも好き。最後の最後までかっこよかった。犬夜叉のカグラ。好きな人が最後の最後に自分と分かった上で会いに来てくれてあれほどまでに焦がれた自由を得て風になった綺麗な最後。殺生丸がまたちゃんとカグラのこと覚えてて、奈落に起こってるのが後に描写されるのもいい。カル大衆。とことん軍人に向いてない恋する女性だった。アンデラはジーナ退場もいいけど12巻あたりから15巻に至るあたりは見どころが多すぎる。Y は風光を繰り出した後3の群れに絶望する面々が好き。パこれよ。やっぱこれかなぁ。最初から最後までフランシーヌ様の笑顔のために200年以上動き続けて役目を終えたら静かに機能停止するの人形として一貫してて好き。このシーンやコロンビーヌの死亡シーンでただただ深く感動できるの。ドット俺が見事なくらい無様に、自動人形の号を背負ってるシールに打ち果たされていたからだとも思うんだよね。なんでドット俺の死に様に一票。死ぬことは分かってたのにシーンでうわーってなるやつ。フェイトグランドオーダーのオーロラ。あれな妖精だったけど最後は美しかった。数少ない死者が出る回だからこそ、この時のスピード感が直後のうんこ部長死亡より印象に残った。一番はこれだけどカラクリサーカスはいい死亡シーンが多すぎる。ここ以外にも、ピアノをまた弾いてねって言われたんだ、とか、お代はいかほどいただけるんでとか。暴走族神の死亡シーン。影が十字になっているところやこの後の天国か地獄かを選んだシーンも良かった。最近だとこれよ。嘘か誠か知らないが何考えてるのかわかんねえのが最後の最後に恥も外聞もなくわめくことで一気に親近感が持てるようになるという学者もいる。公式配信で久しぶりに見たけどやっぱりゼロレクイエムってすごいわ。最後まで嘘を突き通して世界を騙し切った。鋼の錬金術師のイシュバール戦最後の老人。直前の諦めたような微笑みからこのセリフと表情。若いマスタングの表情も忘れられないシーン。普段は朗々としてる凄腕の老兵が若者のために命がけで道を切り開くシーンっていいよね。すっかり騙されたよ。世界一かっこいい無能にして男の中の男。英国海軍中将シェルビー・M・ペンウッド。人生の大根役者。ネタにされることも多いし家庭にあらわると思うけど自分は好き。自分を肯定できなかったエースが最後にようやく自分が愛されていたことを実感できたのは美しいと思う。龍太郎と梅は死亡シーンも回想も死後描写も全部完成度が高い。二人の所要は許さないけど二人が争うことは悲しいこととして描写してるのバランス感覚がすごいし何度生まれ変わってもの意味が前編と後編で大きく変わるのも美しいと思う。鬼滅、そのあたりの塩梅が絶妙だよね。人殺したら地獄行きではあるけど、情状酌量の余地がある連中には誰かと一緒に地獄に落ちることが許されるってのがすげえバランスいいと思う。ファフナーのカノン。自分のことすら決められなかった少女が好きな人と生き残る未来を捨ててまで島の皆を取って消えるとかいう美しさしかも専用エンディングのおまけ付き。感情を自覚できなかったり確信が持てなかったりするキャラがそれを手に入れる瞬間が好きだから星の愛が大好き。アニメ見て初めて号泣したかもしれない。ホーエンハイムの最後原作の絵も素晴らしいんだけど、アニメは音楽と声優さんの演技が素晴らしすぎた。ハガレンは、いかに生き、いかに死に、時代に託すかというテーマが大好き。雲尚さんも麻生さんも亡くなられてしまったけど、あの名演は自分の心にずっと生き続けてる。忍者と極道の天使と毒。自分の容姿に振り回されてきた二人が首を切られるにありイコール顔を失うことで自由を感じるのは物悲しくも美しい。グラチル編は賛否あるけど個人的には好きなエピソードが多いんだよね。